やっぱり本物を作るのには本物の材料もいりますけど、作っているのを見ればそれがわかると思います。私の名前は佐々木豊です。この道に入ったのは18からです。それからですから約45年フグだけを専門に勉強して今日にあります。本物の味を作るのには最低10年は必要だと私は思います。メスにもオスにも毒はあるんですが、でもオスにもメスにも血がありますから、血と一緒に混ざってる無色透明のテトロドトキシンっていうのはいけないわけなんです。フグを食べるっていうのは贅沢、食べたことのない人もたくさんいると思います。だからやっぱり一度はフグを食べてみたいっていうのは気持ちだと思います。魔界の味説明しようがないんですけど、やっぱり美味しいこの上もない、口に入れて、優しさがあるし脂がなく、フグの場合には総合芸術で器も素晴らしいものを使えばそれだけ、際立つし、ただ作ればいいっていうのと作業と仕事の違いで本当に人の命を預かって料理するものですけど、絶対に安全なものです。作っているのを見ればそれが分かると思います。